はい、皆さんこんにちは。今日はですね、グリーンのカラーとか赤バラなどを使ったアレンジを紹介していきます。カラーっていうのはね、ちょっとこうテクニックがね必要な花材の一つなので、ぜひこう覚えてくださいね。覚えれば簡単です。では花材紹介いってみましょう。どうぞ。はい、まずこちらがグリーンカラーですね。こちらが、ピンクのコチョウランです。こちらグリーンのシンピジウム、そしてこちらが赤バラですね。こちらが N フラワーデザインスクールではもう定番ですね、キキョウランです、リーフです。こちらがレザーリッパンですね。はい、花材紹介が終わりました。グリーンのカラーね、こういう植物っていうのはね、花の花ですけれども、こちらこのステムの格好ですね、これを自由に操ることができます。アレンジに対してこう曲げたいときはこう持っていくと、手のひらで必ずやってくださいね。こう曲がります。でまたこの逆に戻したいときもこのように戻ります。このテクニックを利用してアレンジをしていきましょう。では行ってみましょう。はい、では始めますね。まずこのカラーですね、このカラーを入れていきます。今回ですね、こう少し一本は足し型でいきますので、立たせ格好を整えてですね、それで、カラーはですね、このステムをですね斜めにこう、他の花材はこう斜めにねみんな切るというふうに、ご紹介しております、お教えしておりますが、カラーについてはですね、この茎が柔らかいんで必ず真横にカットしてください。そうしないとこのフォームに刺さりませんので、真横にカットです。こういう状態ですね。はい、今回もですね、こちらのね、服部樹皮さんのですね、器を使って制作しております。ではね、こう2本目のカラーをね、いってみましょう。今度のカラーはこのカラーよりもちょっと低めにね配置します。で、同じ方向ではなくちょっと逆方向に回って配置をします。その時もカラーは真横にカット。はい、でフォームに刺すときもこうギュッギュッと刺すのではなくて、ゆっくりとねこう徐々に力を入れながら刺していきます。でこの状態、入ったこの状態からですね、このステムをこう曲げることによって角度を変えることができます。はい、このような状態になりました。次にですね、ここで少しレザーリッパンをね入れていきましょう。はい、レザーファンを入れます。これはもうあくまでもファンデーションファンですね。このような状態にファンデーションワークをします。はい、続きましてこのシンピジウムを入れていきます。今回シンピはですね、こうある程度長さを決めて使う長さをですね切り取ります。で残ったこのシンピもこのように2つぐらいに分けていきましょうね。そしてこのシンピジウムをします。で残ったシンピもですね、この後ろ側とかにですね刺していきましょう。
ですね。続きまして、胡蝶蘭を入れますね。まあ、胡蝶蘭、こう、いろいろとね、角度がね、ありますから、アレンジにはまるところで綺麗な場所に配置しましょう。このような状態になります。はい、ではその次にですね、赤バラを入れますね。まあ、赤バラはアレンジちょっと低くめに入れていきましこのような状態になります。で、最後にこの桔梗蘭を入れます。桔梗蘭はこのようにすべて分けて、葉っぱの形を整えて、この下の部分をですね、ハサミでこのようにスッと刺しやすくしますね。で、ラインにしていきます。でこうちょっと長いものとかはですね、こう丸めて、こっち切れてます。でこちらを刺すときももちろんここは裂いて、配置していきます。でこうちょっと癖が強いやつはですね、こう少しこうね巻いてあげると癖が強く つきます。はい、このように出来上がりました。でこう桔梗蘭をね、丸めた桔梗蘭をこうたくさん入れることによって、こう柔らかいねラインが出てるのが分かりますか？ではちょっとアレンジを回転させてみましょう。で、ここですね、この後ろのこの部分ですね、今回はここを、水を入れる部分にしてあります。ちょっと開けてあります。はい、こちらで完成です。カラーを下を平らに切ること、これはしっかりと守ってください。このアレンジは簡単にできますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。では今日の講習を終わりにします。